皆さんこんにちは。更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。皆さん今日もチェブラチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。さあ今回は夜におすすめの寝る前にやっていただくととってもリラックスして、そしていい睡眠が得られやすくなる、そんな体操方法をご紹介していきます。夜なかなか寝つけないという方や、眠りが浅いと感じるという方、また夜中に何度も目覚めてしまうという方にとってもおすすめです。でまた忙しくってなかなかこうまとまった睡眠時間が取れないという方も中にはいらっしゃるでしょう。そんな時にもおすすめのセルフメンテナンス方法ですので、ぜひ試してみてください。ではまずはゴロンとマットに横になります。はい、それでは両方の膝は曲げて足は立てておいてください。まずは自分の背中と床とが接地している面積を感じていきます。右と左左右対称でしょうか。左右対称じゃないなと思ったら、ちょっともぞもぞもぞと動いて左右対称になるようにしてみてください。このもぞもぞと動くのも歪みを取るとってもいい調整になっています。ではここから骨盤周りを呼吸と一緒に動かしていきます。基本は腹式呼吸で行っていきます。鼻から息を吸ってお腹を膨らまして、そして口から息をスーッと吐き出しながらお腹をへこませていくという呼吸です。これに合わせて骨盤を一緒に動かしていきます。まず鼻から息を吸ってお腹膨らませます。でこの時に腰の後ろにアーチを作るようなつもりで腰骨をですねぐーっと反らせていきます。骨盤を恥骨方向に傾けていきます。でそして口から息を細く長く吐き出しながら、今度は骨盤を溝落ちの方に傾けていただいて、腰の後ろをぴったりと床にくっつけていきます。少しこの呼吸法を繰り返していきましょう。鼻から息を吸ってお腹膨らませて、腰の後ろにアーチを作ります。そして口から息を吐き出しながら、腰の後ろをぴったりと床にくっつけていきます。もう一度鼻から息を吸ってお腹を膨らませて、腰の後ろにアーチを作ります。そして口から息を吐き出しながら、腰の後ろをぴったりと床にくっつけてください、はい、では今度はですね、この動きに首の後ろの動きも組み合わせていきます。まず鼻から息を吸ってお腹膨らませて、腰の後ろにアーチを作ります。でこの時に顎が天井に引っ張られるように上を向くようにしていきます。そして口から息を細く長く吐き出しながら、腰の後ろはぴったり床にくっつけて、でこの時に顎をぐーっと引いていきます。二重顎になる状態を作ります。背骨の上のあたりがぐーっとストレッチされるのが感じられると思います。この動きを繰り返していきましょう。鼻から息を吸ってお腹を膨らませて、腰にアーチを作って顎天井です。そして口から息を吐き出しながら、腰の後ろをぴったり床にくっつけて顎を引きます。二重顎になる状態、もう一度行きましょう。鼻から息を吸ってお腹膨らませて、腰の後ろにアーチを作って顎天井です。そして口から息を吐き出しながら、ぐーっと腰の後ろ床にくっつけて顎を引きます。あと2回やっていきましょう。鼻から息を吸ってお腹膨らませて、腰にアーチを作って顎天井に引っ張られます。そして口から息をシューッと吐き出しながら、お腹へこませて、腰の後ろぴったり床にくっつけて顎を引きます。ラスト1回、鼻から息を吸ってお腹膨らませて顎天井です。そして口から息をシューッと吐き出しながら、腰の後ろぴったり床にくっつけてぐーっと顎を引いていきます。
はい、ではですね、腰の後ろをぴったりと床にくっつけた状態のまま、呼吸だけ自然呼吸に戻してください。首も楽にしていただいて構いません。で、今度はですね、ここから足の付け根を調整していく、骨盤調整エクササイズを行っていきます。まず右足を天井に向かってまっすぐ上げます。で、かかとをぐーっと突き上げてください。で、その足を足の付け根から外股、内股、外股、内股と交互にひねっていきます。外、内、外、内と交互にひねります。はい、じゃあそしたらその足を外股にしたところでキープします。外股にしたところでキープ。そしてこのかかとを天井に向かってぐーっと突き上げていただいて、そのかかとが遠くを通るようにして床に下ろしていきます。では右手を頭の上に伸ばしていただいて、右手と右足をぐーっと引っ張り合います。もう体が弓なりになるぐらい、三日月の形になるくらいですね、ぐーっと引っ張り合ってください。この肋骨一本一本の間にも筋肉があるんですね。肋間筋という筋肉があります。そこの筋肉もぐーっとストレッチするようなつもりで引っ張り合います。はい、では緩めてください。どうでしょう、右半身と左半身の感覚を比べてみてください。そうすると今動かしたこのね、右側の方がすごく流れが良くなっているという感覚があると思います。そして両足を伸ばしていただいて、かかと同士をくっつけてみると、もしかすると今調整した右足の方がなんだか長いぞというようなね、感覚があるかもしれません。これ今足を上に上げて、股関節から外股、内股とひねったということで、股関節の詰まりを取ってあげたような状態です。では反対側もですね、同じように調整していきましょう。両方の膝は曲げて、足は立てておきます。で、左足天井に向かってまっすぐ伸ばしていただいて、かかとをぐーっと突き上げていただいて、で、そしてその足を足の付け根から外股、内股、外股、内股と交互にひねっていきます。外、内、外、内と交互にひねっていきます。で、骨盤がね、ぐらぐら動いてしまわないように、できるだけお腹の力でしっかりと支えていただいて、外股、内股と交互にひねっていってください。ではその足外股にしたところでキープします。そしてこのかかとを天井に向かってぐーっと突き上げていただいて、そのかかとが遠くを通るようにして床に下ろしていきます。はい、では左手頭の上に伸ばしていただいて、左足をぐーっと引っ張っていってください。この肋骨一本一本の間や脇腹の筋肉がぐーっとストレッチされるようにしていきます。もう体が C の字になるぐらい、もう三日月の形になるぐらいですね、ぐーっと引っ張っていきます。はい、緩めます。いかがでしょう、両方の流れが整ったでしょうか。これだけでもね、結構もうこのままおやすみなさいっていうようなぐらいに、ね、しっかり体が流れが良くなってスッキリしている、そしてリラックスしているという感じがあるかと思います。で、ここからですね、さらにもう一つ背骨を動かしていって、で、そしてリラックスさせてあげるというケア方法をお伝えしておしまいにしていきたいというふうに思います。ではですね、毎一度両方の膝を曲げて足は立てておきます。で、この状態からまず鼻から息を吸って準備、で、口から息をスーッと吐き出しながらロールアップです。肩から膝までが一直線になる状態を作ります。で、息を吸って準備、呼吸を吐き出しながら、今度は背骨を上から順番に一つ一つ丁寧に丁寧に床に下ろしていきます。もう一回いきましょう。息を吸って準備、呼吸を吐き出しながら背骨を床から剥がしていきます。肩から膝までが一直線になる状態を作ります。で、息を吸って準備、呼吸を吐き出しながら、今度は上から一つ一つ丁寧に丁寧に背骨を床に
下ろしていきます。あと2回やっていきましょう。息を吸って準備、呼吸吐き出しながらゆっくりとロールアップです。肩から膝までが一直線になる状態を作ってください。息を吸って準備、呼吸吐き出しながら、今度は上から一つ一つ丁寧に丁寧に背骨を床に下ろしていきます。ラスト1回やっていきましょう。鼻から息を吸って準備、呼吸吐き出しながらロールアップしていきます。肩から膝までが一直線になる状態を作ります。息を吸って準備、呼吸吐き出しながら背骨を上から一つ一つ丁寧に丁寧に床に下ろしていきます。これ背中のマッサージ効果もあります。はい、ではですね、ゆっくりと起き上がってきてください。はい、お疲れ様でした。今ですね、ゴロンと横になりながら主に背骨を動かしていきました。で、特に動かしていったこの首の付け根の部分とお尻の仙骨のあたり、この部分に私たちの副交感神経っていうリラックスする神経の根っこが集約されています。で、そこを呼吸と連動させて動かしてあげることで、短時間でもとっても質の高いリラックス効果を得るということができますので、ぜひ試してみてください。じゃあ今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは、あなたがより健康に豊かな人生を送っていくような、そんなきっかけになりたいというふうに思っています。これからも皆さんの役に立つ動画を上げていきたいと思っていますので、チャンネル登録をお願いします。私の運営する NPO 法人チャブラの更年期ナビゲーター研修が好評です。オンラインでどこからでも受講できます。より自分らしく健康に生きたいという方、更年期の知識や対策ケアの技術をご自身やご家族、またご自分の仕事や活動で役立てたいという方、ぜひご参加ください。また LINE の登録もお願いします。またおかげさまで本が出ました。更年期との付き合い方が分かり、さらに心も体も前向きになります。ぜひお読みください。更年期はチェンジオブライフです。心と体と向き合って人生をもっともっと楽しんでいく、そんな土台を作っていきましょう。もし今日の動画がいいと思ってくださったら、高評価やいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。もしよかったら Twitter などでこの動画シェアしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。